皆さんこんにちは。アジア言語科2年山崎です。この度韓国語能力試験5級に合格しました。とても嬉しく、卒業までに5級取得を目標としていたので、それが達成できて嬉しいです。登下校中の電車の中で単語を覚えるようにし、普段の生活の中でも友達と韓国語で会話をし、より多くの表現を身につけました。韓国語能力試験6級の取得と韓国留学へ向けて韓国語のスキルアップを目指します。열심히하겠습니다。